危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。うお、すっげえな。と。ほら、拾うもん拾ったら、こっちに来てくれ。まで拾ってんだ。早くこっちに来てくれよ。待ってたぞ。あのフミ、読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。ヒデか。よし、じゃあヒデの字な。呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする。よし、どうせ行くとこないんだろ。来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので。喋れないのは何か訳が。あ、すまん。まあ、いろいろあるわな。俺の集めてる霊石には大きな力があってな。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力が物を言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあっても足らん。そこで腕っぷしの立つ
お前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろう、秀の字。